今回はとても基本的なテクニックを使うだけで作ることができるタイトルアニメーションの作り方をご紹介していきます。タイトルアニメーションとは、まあ、映画とかでおなじみかもしれませんが、映像の冒頭で表示する文字をアニメートしていくやつです。このアニメーションがしょぼいと映像もしょぼいのかなと思われて見るのをストップする可能性がありますし、逆にしっかりとタイトルが表示されているとあなたの視聴者にこれからどんなことがあるんだろうかと期待させることができます。視聴者に映像を見せる第一関門ですので、ここで楽しみながらタイトルアニメーションの基礎を身につけていきましょう。今回のタイトルアニメーションは、あらかじめ準備した動画素材に対して文字を上から表示させるとても簡単な方法です。まず最初にすることは、準備した動画をタイムラインに入れてレガシータイトルを使って文字を書いていくことです。今回は動画が暗いものなので文字は白を基調として作成していきます。ファイルの新規からレガシータイトルを選択して、タイトルを何でもいいので書いていきましょう。そしてこの文字のフォントを選んで太さを変えていきます。背景と色が被った時とかに文字に枠組みを作りたかったら、ストローク（外側）を追加して枠組みをつけることができます。ここで大きさや太さも調整できるので、ちょうどいい感じのサイズにしていきましょう。もちろん選択ツールで拡大縮小もできます。ま、今回は映像が暗いのでシンプルな文字で作りますけどね。そしたら次はこの文字を中央の線の上側に配置してあげましょう。文字をセンターラインに配置していきたいので、この右側にあるセンターラインの上のところに文字が来るようにしておきます。そしてここで垂直方向に中心を合わせるこのボタンを押すことで、一発で文字が真ん中へと移動します。この時上の水平線で合わせてしまうと文字が下にずれてしまいますので気をつけてください。はい、この状態でタイトルをタイムラインに挿入すれば OK です。続いてもう一つのタイトルもこの下につけていきましょう。再び先ほどと同じようにレガシータイトルでタイトルを書いていきます。タイトルアニメーション、今回はさっきとは違った雰囲気の字にしていきましょう。若干上の文字よりも大きめに作りたいので W6 に設定。こうすることで太くなります。この文字も先ほどと同じように今度は下に配置してセンターラインに合わせておきます。てい、そしたらさっきのタイトルの下に配置して表示時間をこんな感じで伸ばしていきます。これで静止したタイトルは完成です。続いて今作成したタイトルにアニメーションを加えていきます。最初は一番下にある元の動画に対してクロップをかけていきます。エフェクトパネルにクロップと打ち込むと、ビデオエフェクトのトランスフォームの中にあるクロップというのが出てきますので、これを動画素材に適用します。するとエフェクトコントロールにある左とか上とかの値を動かすことで元の映像にクロップがかかります。今回は上を 50%、そして下を 50% にすることで、まあ全て消えてしまうんですが、ちょうど真ん中の位置で動画をぶった切ることができます。そしたら上と下のところにキーフレームを打っておいて、フレームを12フレーム移動させてから上と下のクロップをどちらも0にしておきましょう。この丸い矢印を押すとパラメーターを0にリセットすることができます。こうすることで映像が上と下に割れるような効果を作ることができました。もし開くエフェクトの速度を変えたいという時は、キーフレームを動かすことで速度を変更することができます。ただ、このままだと開く速度が一定ですね。同じ速度だとなんだか気持ちが悪いので、いつものごとく後ろのキーフレームに対して右クリックからイーズインをかけておくことで、画面が割れる速度が変わってとても心地のいいスライドになります。一番最初のキーフレームにはイーズアウトをかけるようにしておきましょう。はい、これで見てもらうとわかるかと思いますが、動画の出現がニュルルッとなっていて、なかなかいい感じだと思います。ニュルルッと美しいということで、ここからはお待ちかねタイトルのアニメーションを作っていきます。タイトルを移動させるときに、ここでも垂直に下ろしていきたいので、セーフマージンの中心線を活用していきます。セーフマージンが見えない場合は、ビューワーの下にある設定のボタンを押してセーフマージンにチェックを入れることで出現させることができるようになります。まず上のタイトルが出てほしいところでキーフレームを打っておいて、クロップした動画がまだあまり出現していないところで上のタイトルを水平線よりも下へとずらします。開く速度を先ほどと同じく12フレーム間隔で移動するといいですね。ここも先ほどと同様のニュルル感を出したいので、一番先頭のキーフレームにはイーズアウト、そして続いてのキーフレームにはイーズインを適用します。同じく下にあるタイトルもキーフレームを打ってから下の方へと移動させておきましょう。
同じく速度もイーズイン、イーズアウトを設定しておきます。はい、こんな感じでニュルルって感じで美しい。こうすることでタイトルがクロスして元のところに戻ります。ここで分かった人もいるかもしれませんが、この上と下のタイトル2つにもクロップエフェクトをかけて両方とも真ん中から出現するようにしていきます。まずは最初に作成した上に来るタイトルにクロップを適用しましょう。クロップをクリックすることで青い四角形が見えるようになります。そしたらタイトルが移動を始める最初のキーフレームと同じところでクロップの下に対してキーフレームを打ちます。この時クロップの位置は半分のところで止めておきましょう。このクロップで見えない状態をいないいない状態と勝手に呼んでおきましょうか。次にタイトルが移動し終わったところのキーフレームに移動して、ここでも青い四角形が真ん中にあるように設定しておくことで、真ん中からタイトルが出現するアニメーションをかけることができます。いないいないからのバー。まあ英語で言えばピークアブーっていう感じですね。はい。もちろんクロップの移動の速度も最初はイーズアウト。そして次にイーズインをかけておくことを忘れないようにしておきましょう。あとは下のタイトルにも同じように真ん中から出現するようにすれば OK です。移動のキーフレームに合わせて今度はクロップの上というところにキーフレームを打っておいて、青い四角形を真ん中に合わせて、これまた移動前と移動後の2つを設定しておきましょう。設定し終わったらこれも右クリックでイーズインとイーズアウトを決めておきます。するとピークアップいないいないバーという感じで出現させることができます。このクロップは単純に画面を半分にぶった切るのに結構使えます。はい、これでタイトルの表示は終了です。このまま次のシーンに行くときはカットしてつなげてもいいんですけれども、せっかくですのでここでクロップのトランジションをご紹介します。今作ったこの3つのクリップをネスト化して1つにまとめておいて、そいつを V2 に移しておいて、次に来るクリップを V1 へと配置します。アニメーションの切り替えたい場所に次に来る素材を配置しておいて、クロップツールを使って真ん中からぶった切っていきます。先ほどと同じようにクロップをネストに適用して、エフェクトコントロールでこのタイトルの上のところを 50% に設定しておきます。すると下の部分しか表示されなくなってしまうので、ここで今のタイトルをオルトキーとドラッグでコピーしましょう。そしてこのコピーしたタイトルの上の数値を0に戻して、下の数値を50にすることでこのクリップは上だけが表示されるレイヤーになりました。こんな感じで一方を非表示にするとわかりますね。そして続けざまにこのクロップの両方にキーフレームを打っておいて、タイムラインでまた12フレームずらしたところでどっちも50に設定した数値を100にすることで真ん中からぶった切るクロップ効果が完成します。あとはおなじみのイーズインとイーズアウトをそれぞれ付け加えて、好きなようにキーフレームの間隔を調整して速度を変えてあげればオリジナルのトランジションが完成します。まあタイトルを作る基本はこんな感じでしょうね。あとは速度やタイトルのフォントとか配置とかを変えてみるといろんな発見があるので試してみてはいかがでしょうか。